はい、どうもキカです。今回はですねデビルメイクライ4、スペシャルエディションやっていきたいと思います。それでこれスペシャルエディションになって何が変わったかっていうと、バージルとレディとトリシュが使えるようになったというのと、あと追加でレジェンダリーダークナイトモード、これ PC 版しかなかった、そのモードがつくんですけど、このレジェンダリーダークナイトモードっていうのが敵がめっちゃたくさん出る、もうねうじゃうじゃ出る、なんかもうめっちゃ爽快感があるモードで、いやこれがね半端なく面白いんで、そのミッション3やっていきたいと思います。なおかつねこれめっちゃ敵がたくさん出るってことで、このスキルポイントもね一気にめっちゃ集まるんですよ。だからほらもう今ミッション3で、だからミッション1と2しかクリアしてないんですけど、もうこんな感じで結構変えてるんすよね。ここら辺も変えてるし、凡庸スキルとかももう変えてるという、そうなんですよ。だからなんすかね、今更またデビルメイクライ4前やったしなみたいな人でも、このねすぐに技マックスにできるんで、それでうじゃうじゃした敵を一気に倒せるっていうのでね、なかなかね、なかなか楽しいということで、ちなみに、今回使うキャラクターはやっぱ追加されたってことで、バージルでやっていきたいと思います。ちなみにねゲームの腕はお察しなんですけど、でもねそんなに上手くなくてもガン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 できるのが、やっぱりクールにできるのがデビルメイクライのいいところっすよね。ほら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 ってね、バージルクソかっけー。 お俺がこのねバージルのかっこよさをどこまで活かせるか。オッケー。やっぱそうですよね、やっぱりねかっこよくやっていかないとデビルメイクライはクールにねスタイリッシュに。なんだあそこ、あれ取りたいよっ。待って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 、なんでなんでなんで取れてなかったの今。これ何これ、こっちよっ。取ったら落ちた。罠だわ、完全罠だわ。よし、まあどんどん行きましょう。トゥトゥー、来た。俺ねこっち苦手なんですよね、よくわかんない。こんたくさん一気に出るんですよ、もうね、わかんない敵がね、もう一気に魔人化して倒す。これはやっぱり、あれなんですか、こういう風に飛び道具で、お、やべ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 、わざと近づいちゃった。これでやんないとこれが剥がれないですかね。いまいちね、ちょっとね、やったのがね、ほんと俺、デビルメイクライ4はね、発売当初にやったんで、未だにっていうかね、結構覚えてないんですよね。よいしょ。見えない見えない見えない。なんかすごい減ってる、すごい減ってる。おい。ほらほら、すごい。さすがバジル。楽しい結構俺結構めちゃくちゃやってるだけなんですけど、あんな感じでガンガンできるということでね、なかなか楽しい。よいしょ。というとどこだ、どこ行くんだ。 OK、 多分ミッション3ってワンちゃんとの対決ですかね、ちょっと覚えてないんですけど、どんなところでしたっけ。あんまりね謎解きがないところがいいんですよね、全く覚えてないんで。もうねアクション、そうアクションだらけのところがいい。あ、なんかここら辺出てきた気がする敵。あ、いいね、なんか緑のやつ出ないかな。回復、あれ何も出なかった。 OK 行こう。回復出ないかな、切れないんだこれ。切れるかな、お切れた。 OK、 さてー、お、バージル版のムービーだ。お、
落ちてきたで。おお。お、来た来た来た。あれ、いきなり？あ、中ボスみたいな。早くない？まあいいや。クールにやっていきますよ。クールにね。おい。もう俺ね、意味わかんないところで、とりあえず、あ、いた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 、ちょ、待って待って。今日、挑発しようとしたのに。これ何？あ、こんなにたくさん出るの？これ待って待って、これってこんなたくさん出るもんだっけ？この敵。待って待って、やばい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 。ちょっと待って。これこんなたくさん出る？あ、待って待って待って。仕方ない。おら、これがバージルや。すごい、すごい。待って待って、結構やったのに全然誰も死んでない。待って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 、硬すぎでしょ。 OK、 え、やっと一人って感じ。待って待って待って、いく、ほら、何何何だっけ、全然覚えてねえんだけど俺。これたまった。これだよ。これがバージル様や。これただ連打してるだけです。なんだよ。クソ、やべやべやべ、なんか固まった。待って待って、結構頑張ったかな。あ、待って待って、いきなり減りすぎ、危ねえ。 OK、え、死んだんじゃね？やっぱり、マジか。まあ、こんな感じでね、敵たくさん出るのいいんすけど、なかなか難しいんすよね。なかなか難しい。でもね、爽快感は半端ないんで、やっていきたいと思います。ちなみに、どっからかな？直前、あれ？ここどこ？マジか。なかなかえぐいな。なかなかえぐいな、このゲーム。マジですか？はぁ、そうですか。さ、皆さん、こん、お待たせしました。また戻ってきましたけど、あれだ、 HP がもうすでに死にそう。どういうこと？やばいだろこれ。やばい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 。さあ皆さん、さよなら。またあそこまで進めます。皆さん、3度目まして、ということで、さっきよりかは HP はあります。頑張っていこう。だから、わわわわわ、とりあえずね、全員あいつらが出てくるまで、ちょっと待つ。それでから、デビルトリガーを発動して、そろそろ全員出たかな？いいかな？オッケー。いくぜ！これで、ほら！頼む！だよ！ドワイドドワイドドドドワイ！よし、少しは減らしてる。もう何が起こってるか全然わかんない。ほら、オッケー、避けてるでしょ。オッケー、オッケー、いや、いいね、いいね。あ、避けてる、避けろ、避けろ。バカ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 、あ、生きた。これ分かった、これは言ったでしょ。
よし。いやー、面白い面白い、デビルメイクライ。うわー、なんだっけ、これなんかね、ここすごい嫌な記憶がある。なんだなんだなんだ、とりあえずもうね、よくわかんない時は魔人化するに限る。なんだこれ、どんだけいるねん敵くっ、ほら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 、すごい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 、もう何がなんだかわからないけど、いいね、スタイリッシュだよ、スタイリッシュ S、S、SS、あー、びくしょー、食らっちゃった、やっべー、これまた、え、また、もしかして、それはないよ、それはない、いいじゃん、落ちたからって、うん、嘘でしょ。誰もいないと思って挑発してたらまだいたそしていない、どこにも、くわぁ、おらぁ、ていうか敵出すぎだからいやもうわかんねえから、なるしかない、おらおら、もう何が起こってるか全然わかんない、俺がどこにいるかすらわかんない、おら、オッケーオッケー、いいね、荒ぶってるよ、もう俺よりかこいつの方が役に立ってる、なんで来るよ来るよ来るよ、ほら来た、ほら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 、これがバージュリア、すげえすげえだバージュの魔人化半端ない、ほら来いや来いや、あ、また来た、このステージ地味なくせになんかね、一発一発がでかいから、きちっと行けろ、すげえ地味、あー、なに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 、いや、魔人か、うわ、知ってる、もうね、魔人化のゴリ押しですよ、魔人化のゴリ押し、避けたよ、避けてなかった食われたよ、そんだけいる、そんな減らないで、まあいいや、あら、
なんだなんだ、赤くなったよ。危ない危ない。もうゴリ押しするんじゃね、これも。あ、ミスった。ほらほらほら、もう一回これで死んで、あー、マジンカ溶けちゃったよ。俺だい、あー、オッケー。なんだ絶対よ。あ、なんだなんだっけ、これあれじゃない、なんだっけ、今でジャックが出てたんじゃない、今。あ、バカバカバカ、入れすぎでしょ、バカでしょ。危ない危ない、見えた。あ、こっちこっちこっち、あ、いいや。これが魔人化のゴリ押しや。これがうまいじゃん。ということでね、うまくね、ボスもね、ゴリ押しで倒せたってことで、まあ、こんな風に爽快感があることができるのが、なんだっけ、レジェンダリーダークナイトモード、なんだっけ、全然忘れちゃった。これがレジェンダリーダークナイトモード合ってる。なんで、そうですね、デビルメイクライスペシャルエディション面白いわということでね、今回の実況を終わりたいと思います。では失礼します。ご視聴ありがとうございました。